時間というのは誰にでも平等に与えられているものだと思うんですね。で、その使い方によって悪くなったりも良くなったりもする気がしますね。私が時計に興味を持ち始めたのは高校の入学祝いで父親から時計を初めて買ってもらいまして、それをずっと手にしてたんですけれども、ある時会社で腕時計を壊してしまいました。目の前で落とすと壊れるっていうことが実体験できたっていうことで感動となって、初めてそこで腕時計に興味を持つようになりました。 G-SHOCK の開発は全て苦労だったんですけれども、99% できないと思った時に自分の原動力になったのは、非常に当時としては薄型の時代でしたので、時代に反する商品だったんですね。大きくごつく、だけど必ず役に立つ方が少数でもいらっしゃるっていう、その思いは非常に強かったですね。 G-SHOCK を通じて伝えられるとすると、時代に反したとしても自分の信念っていうのは大事にしてもらいたいなっていうふうに思ってます。まあ、90年代を超えたあたりから、まあ、実用性とファッション性ということで、私は非常にやっぱりそのニッチな人たちに使っていただきたい、それが非常に大きな、若い人まで広がったっていうのは本当に感謝しかないですね。昔の方と今の方のもう生活する上でのその時間の考え方っていうのは大きく変わってるような気がしますね。今はとにかく若い方っていうのはもう圧倒的に優秀な方が多いです。ただ行動に移す前に考えすぎてしまう、決してそれは悪いことではないんですけれども、時には早く動いて頑張ると、そこから何か一つ新しい道が開けるのかな、いいことがあるような気がしてます。